どうもこんにちは、これです。今回なんですけども、強化された珍味実際に使っていこうと思います。あのね、半減増えたんだよね。半減で火力かなり出るようになってる上に、半減まで増えて戦が強くなったっていう、そういう感じのキャラですね。まあ、今回とりあえず使っていこうと思います。まず一旦7コンボ8コンボはい、これでこんぐらい勝ってます。強くないですか。光2コンボで4800万ぐらいフレンドさんが出てて、9コンボで最大倍率してるんで火力もかなり高いと、まあ、非常に強いと思います。で、何よりね、この盾よ、これほら全然食らわん。盾が冗談抜きで強え。 75% も減らしちゃダメだよこれ。まあ、その代わりね、誤植えしてマジでやりづらくてめんどくさいんで、まあ、その代償としてね、せめてものって感じで 75% 危険があるって感じですね。まあ、もうそもそも誤植消すってほぼほぼ弱いんですよ、そういうキャラって。誤植消さなきゃダメなキャラって。だからその救済として HP 2.25 倍が増えて、それでかつね、耐久もできるようになったという形で、ちょっとこれめんどくさいんでエアリス使おうかな。エアリス使います。はい、ちょっと回復して耐久しましょう。油断してると死んじゃうんだよね、このキャラ。そう、いずいずね、あのね、裏異業に関してはね、強化されすぎてて本当にめんどくさい。ちなみにちょっと今回ね、あのシレットね、裏業で一番最悪なパターンのあのスカーレットルート引いちゃってるんで、4分の1でスカーレット出てくるんだけどね、スカーレット指現象食らうと指がマジで足りなくなるんで、まあ、ちょっと今回ね、指が短めなんでパズルはまあご愛嬌ということで。ただまあこの火力よ、チンミさん、えぐいですね。しかもこれ3万8000でやばいと思いきや、半減張ってるからこれ15万まで耐える。例えばビッグウッドの 99% 攻撃もドーンってくるんだけど、はい、ドーンドーンって感じで全然食らわん。えぐないですか。でしかもこれ今色あるんで、回復そんな焦らなくてもしっかりと色消してあげるのが大事。色消せなかったらマジ死ぬから、それは本当にダメだけど、色さえ消してあげれば、はい、これ盾も張れるんでしっかり耐久はできると。すげえマジで。で回復に関してはね、少し不安なんだけど、まあ一応メルがいるからそれなりには回復はできる。ただ回復力倍率ではないから、やっぱ回復が多少低いな。やっぱ1万4000か、うん、低いな。それは回復がかなり低いのが弱点かなとは思うんだけど、まあメルがいるからこんな感じで回復できる。結構削るんで、結構削るな、マジでめっちゃ削るやん、びっくりするやん。指らせんといいじゃん。じゃあここで光残して倒していきましょう。はい、こんぐらい消してあげれば光来ると。おー、マジで OK。 怖い、光2コンボで倒したいから、どうしよっか。光2コンボ来ねえな、でもこれ多分 待ってたら間に合わんしな。あー、繋がってる。最悪これ、やべえ。お、どうだ、これ倒せんだね。ナイス、光落ち込ん。そういう感じでね、もうあの、なんだろうな、もう一言で言うなら強い。ただただ強い。耐久カット。じゃあ耐久終わったんでぶっ倒していきましょう。いやー、あれだね、意外と5色って来ないもんなんだね。結構耐久ギリギリだった。ギリとか使ってないのか、使ったんだけど意外と耐久はギリだった。はい、これでぶっ倒していきましょう。まあ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 、ショックだからね。まあ闇カーリーとか入れてあげるならいいのかもしれないけど、変ですね闇カーリーで。アースパンか、覚醒無効回復ないとやばいんだけど。1ターンか、じゃあ珍味あと1ターンなんで、まあ、無難に珍味待ちますか。うん、まあどうせパズル間に合わんしね。いや、スカーレットがね、もうこれはっきり言うけどスカーレットゴミだわ。イディエンチを持ってきない俺が悪いんだけどね。本当に一番面白くないキャラだわこのダンジョンで。いや、一番面白くないキャラは赤オーティンだけど、うん、めんどくさいよね普通に。来業だから仕方ないよね。そんな快適に勝てるダンジョンではないしね、当然。当たり前だけど、当たり前の話。はい、でここはまあ普通に光2コンボ組んであげれば倒せるのでは。 OK、 突破して、で次の階層15階層。はいはい、キラーっすね。色はあるんでちゃんと色組みましょう。まあ、特にスカールって言うと気にせずに普通に組みます。いきます。まあね、変に気にしちゃうとねパズル組めなくなっちゃうから、気にしなければ組めるんで。はい、こんな感じ でしっかり縦だけ張ってあげてね。縦張らないと普通にやばいんで。 OK。 で
通に倒しちゃっていいよね。こうで次の回想でヌンっていうキャラが来るかもしれないんでヌン対策のために、しっかりとコンボしておきます。で5色消してあげて突破していくと、さあどっちってかヌンの方がいい、マジでヌン、あマジか、チン見つかっちゃったんよな。じゃあまあこれしゃあないんで1段耐久して、せやな、しゃあないな、1段耐久耐えれます。これで耳や装備使います。回復はうん最低限はあるね。しっかりと消してあげようか。こう組んでこうも、こんな感じ。あんまコンボしすぎると怖いな。ちょっと負けはだよ。あかじゃあ刺さんなよ、大丈夫だ。オッケーこれで、おお怖え、オッケー耐えれたね、よし。はい、ということでどうもこんにちは、ゆうこるです。まあ意味が分かんないと思うんですけどね、未来からやってきました。さっき見直したところね、毎回ねドゥ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 みたいな、いや本当に本当にこんなんだったんだよ。4分間ずーっとこうなってたんで、さすがに後付けします。いや緊張するな、後付けで。ここを普通に倒してね、でヘラニクスは耐えれるんで、まあ耐えれますねって言いながらヘラニクス来いって言ったんですけど来なかったんですよ。でヘラニクス来ないって何がやばいかっていうと、この毒エザメ残ってるんで、耐久クソむずい上にバーンス戦わなきゃダメっていう。でここでユコラは決心をします。まあゼアのターン数ね、多分ユコラ見せると思うんだけど、ちなみに今のは18階層じゃない17階層だっていうくだりね。で伝説の侍がもう溜まっちゃうと、今のワッチャミライザーみたいなのはライザーの継承つけて、誰だよって切れてますね、誰かわかんないですけど。で、これであと3ターンなんだよね、じゃあ使っちゃうしかないよねってことで、ここでゼラを使います。はい、ここでもう使うしかない。これはで15番目引くか、もしくは超位置を諦めるどっちかだったんだけど、なんとここで15番目を引いていくということで、しっかりと超位置プラス無効貫通組んで8コンボ確定盤面、ありがとうございます。落ち込んだしても8コンボで、まあこれで倒していくと。ただきついのはこっからだったんだよね、正直。18階層こいつな、お前こいつが言っちゃないんだけど、ほんまこの女の子動物わかんないけどさ、火力低めなんだけどめんどくさかった。はい、ということでめちゃくちゃカットしてな、てかもう15ターンカットしたやん。うん、まあ、なんとか耐久はできるんですけど、とにかくだるかった。覚醒無効もあるしね。で耐久終わってゼラも溜まったんでゼラ使おうということでゼラ使いましたね。でこれで盤面の色数えたところ、雲の中に3つと、でその外に、10個かな、10個あるので合計で13個あるなっていうことで、まあ多分これは超1プラス無効貫通組みに行くかな。まあ、多分ユーコルは珍味使わないと思うんだけどね。まあ、多分使わなくてもいいけど、まあ、使っててもよかったんじゃないかな。あ、でもあれか、先にコンボカさんあるから使わないとダメだったけど、まあ、使ってないですね、もちろん。ではめちゃくちゃ確認してんな、多分これ15ターンも耐久してるからめっちゃ緊張してるんだと思うけど、はい、しっかりと超1プラス無効貫通を組んで喜んでるね。5コンボ盤面5コンボの2コンボカさんで7コンボって、これ火力がこれだけでも火力多分1億から出んの、1億4000万か、強いねマジで。いやゼラが強いからチンミも必然的に強くなるっていう。で19階層クトゥルフだね。これに関してはもうこの子ね1ターン目で猛毒目覚めしてくるんで、でこの状況で猛毒目覚め食らうと絶対死ぬんだよね。うん、基本的にまあ死なない、まあワンチャンあるけど基本死ぬから、もうしゃあないっつってチンミ使って、多分メルも使うと思うこれで。うん、で盤面で決めに行ったんですよね。で今盤面が回復で2コンボ、闇で2コンボ、合計4コンボね。で光で1コンボ、木で1コンボ、水で1コンボなんで7コン盤面なんで、まあ、一応全然倒せる範囲内にはいるんで、あとは珍味の光目覚めがどれぐらい頑張ってくれるのかなということで祈ってますね。さあ珍味の光目覚めはどのようなものか、6ターンで打てるんですけど、なんとこちらご覧ください。はい、強い、めっちゃ打ってくるじゃん。てか珍味2体使い続けたら一応無限ループになるんだね。まあでも珍味無限ループすると半減張れないからね。まあそれも微妙けどね。珍味のナイス目覚めでぶっ倒していくと、強いですね。でラストクティルフなんだけど、ここでゼラが帰ってくると。でも今ここめちゃくちゃ祈ってる、頼む、いい盤面来い。12 最後までいい盤面来なかった。でもゼウスバースの時に運を使い切った感はあるよね、実際12、15、15引いたから。でも12の場合は6コンボしか最大で組めないんで、盤面上だとね、ニコモカさん含めて、まあ、4コン盤面のニコモカさんで6コンボなんで、落ち込んお願いします。
ったらこの紙をつこうよ、マジで。で、これで火力が3億。ということで、今回は、ウライオーの存在を、チミパーティーで攻略でした。まあ、後付け実況になっちゃったけどね、ちょっとバグってたんで申し訳ないです。でね、まあ、賞味使ってみた感想としては、使う場合は、5色変換、6色変換入れた方がいいですね。間違いなく。軽減貼るときに結構運ゲーの要素もあったんで、6色変換入れるなら入れた方がいい。あと、まあ、光猿2体いるなら、他のパーティーでもいいかもしれない。はい、ということでね、今のはなかったことにして、よろしければ、チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。